仁科徳成。9回ツーアウトからあと1人でノーヒットノーランを2度も逃した悲運の投手である。1度目は昭和58年の近鉄戦。その1年後、相手はまたしても近鉄。仁科は快調に飛ばしていた。9回、先頭打者を三振に取り、ワンアウト。続く代打島本を内野ゴロに仕留めるが、ショート水上がこれをファンブル。これがケチのつけ始めだった。続くバッター大石をショートフライ。そしてバッターは打ち気満々の平野。仁科は力いっぱいの勝負をした。仁科の夢はまた消えた。それでも仁科はこの2試合とも完封勝利を収めた。パリーグの投手には真っ向勝負、反骨精神で戦う投手が多い。